テレビアニメオーバーテイク朝比奈はるか役古谷アナンさんどうぞ。そして窓川光也役小西克之さん、そして春永さつき役川西健吾さんです。はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。オーバーテイクで朝比奈はるか役を務めさせていただいてます古谷アナウンです。よろしくお願いいたします。まどかこうやという、フォトグラファーの役をやらせていただいております小西克之です。よろしくお願いします。春永さつきの声を担当しております川西健吾です。どうぞよろしくお願いいたします。古谷さんは5月の富士スピードウェイの大会にもねお越しいただいて、はい、トークショーにも参加していただいたんですけども、はい、でなんか2回目なので、うん、ちょっとなんか富士スピードウェイになんか自分的に馴染みが出てきたなみたいな感じがちょっと嬉しいですね、うん、はい、ありがとうございます。そして小西さんと川西さんは今回初めてと、はいそうですね、いうことになりますけどもね、はい来た、雰囲気富士とかって、はい、お二人はいやサーキット時代僕、来たことなくて、はい、やっぱりなんか、まあ、アニメーションにも同じような風景が出てくるんですけど、うん、やっぱ実際来てみると全然違いますね、うん、そうですか、はい、なんかこのお祭り的なこう感じがとっても好きです、はいはい、もうちょうどレースをしているところを見させていただきまして、でスピード感もさることながらあとやっぱり音と臨場感がすごいなと思いまして、まあ、ちょっと今、愛空の雨なんですけれども、レース見る機会なかなかないので、はいちょっと今日これで良かったなと思います。まあ、この富士スピードウェイがもうそのままアニメの中で世界観がっていうところですよね。はいまあ、皆さんの、ね、役どころとかで、やっぱり決め台詞、はい、かっこいいですよね。はい、最初にあった応援なんていらないという、ね、セリフなんですけれども、はいはいまあ、僕としては、応援はしてほしいです、はい、そして子猫ちゃんのセリフですよ。いやもうね今日たくさんの子猫ちゃんたちに囲まれて僕はもう幸せでございます。ちょっと割と男、ね、男ばっかりですけどいや違う違ういいのいいのそ性別はいいメンズたちがもしかしたらキャッキャーって言ってくれるかもしれないですよ。すいませんね子猫ちゃんたちやっぱり言ってくれないんですよやっぱ男はね年齢層の高い人はやっぱり言ってくれないんですよ。いやいやもういいんですよ。しょうがない。心の中でちゃんと言ってくださってこれはしょうがないですかっこいいかっこいい女性のファンの方に向けてもう一度子猫ちゃんお願いしてもいいですかちょっと皆さん欲しがってるんでこんなことないですよね欲しがってるんでないですね、3回ぐらい言わされることってなかなかないですよね今日は応援ありがとう子猫ちゃんたちかっこいいです。優しい富士まで来て何をやらせるんだっていうね来てよかったねみんな優しくてね本当にありがたいです、ね、ありがとうございます。いろんな、まあ、キャラクターが出てくるわけなんですけども、まあ、お三方にはですねご自身が演じられてるキャラクターについてですね、少し魅力を、伝えていただきたいと思いますけどまずは、まあ、古谷さん、はい、主人公ということで、はい、なんかいろいろ抱えてるそんなねはるか役ということですよね。はいそうですね僕が演じさせていただく朝比奈はるかという役なんですけれども結構いつも仏頂面でなんか何考えてるんだろうなっていうキャラクターなんですけど、まあ、本当にクールな男の子って感じです。ただそのところどころで溢れ出る感情とかがやっぱりあったりしてそれはまあ、見てる人たちにとっても親近感を感じる部分であったりとかあとはモータースポーツを知ってる人だからこそ、共感できる部分もあったりすると思います。実際の FIA4 も、はい、もうこういった選手が多いんですよ。あ人生をかけて戦ってるっていう選手も多いですからね、はい、そういった選手とファンの皆さんはねリンクしていくと思いますんで、はいはい、そして、小西さん、はい、僕の演じる窓川光也っていうのはですね、まあ、フリーのフォトグラファーカメラマンですね写真撮る人なんですけれどもキャラクター的には割とこうのほほんとしてるというか、まあ、割とこうのんびりした感じではあるんですけど心の中には、熱血感というかとても熱いものを持っていてこれっていうものを見つけるとそこに向かって、一直線に走っていく熱い男です。でもその代わり周りが見えなくなっちゃって、まあ、いろんなことを起こしちゃったりとかするんですけれども彼にはまあなんかいろんなことがありましてここではお話できないんですけど結構大きな、出来事がありましてそれもおいおいちょっと物語の中で描かれていくのでそこはもうぜひ見ていただきたいところではありますかね。そして川西さん、はい、僕が演じさせていただいております春永さつきはですねベルソリーゾという、チームに所属しているファーストドライバーということで結構ポジティブなキャラクターかなと思いまして、女の子たちにこう愛嬌をね振りまいていたりだとかしてただ、ファーストドライバーということでドライビングテクニックに関しても本当にピカイチということでスポンサーもねいっぱいついてる。いやありがとうございま す、ね、本当にたくさんのスポンサーの方々に、はい、ベルソリーゾがこの物語の中で、はいまあ、一番強いチームなんですよ。ワクスですよね、はいはいうんまあ、とにかく、まあ、強い
強豪チームのエースドライバーという役柄なわけなんですけども、はい、本当にこの見た目に反してすごくこうレースに対してというか、この F4 というものについてすごく深く考えている部分っていうものも、おいおい語られてくるとは思いますので、そういった部分でのこうギャップというかは見どころかなと思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいですね。最後にですね、代表して古谷さんから皆様にご挨拶をお願いいたします。はい、本日は本当に、ありがとうございました。この後上映会もありますが、そちらの方も、お楽しみにしていただければと思います。今日、5月に引き続き再び富士スピードウェイに、訪れることができて、またこうしてオーバーテイクの情報を発信できることが、とても嬉しいです。これから、またいろいろと進展があると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。皆さん大きな拍手をお送りください。追い風かも、追い風、イエローフラッグが振られている間はスピードを落として追い越し禁止。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すいません、皆さん雨の中ありがとうございます。すいません、すごい雨になってしまってですね、途中から、はい、カッパさせていただいて、カッパでちょっと真剣に皆さん見ていただきまして、ありがとうございました。皆さんいかがでしたか。楽しんでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。優しい雨の中本当にずっと見ていただいて本当にありがとうございました。先ほど言った通り、やっぱりレースのシーンとかすごく迫力があって、音とかもすごかったと思うので、これがこれからまた話数を重ねるごとにいろんなレースがまたサーキットが変わって別の舞台のサーキットでのレースのシーンとかもあったりするので、またそこにも注目して見ていただきたいと思います。ありがとうございます。オーバーテイクってどっちかって、F4 っていうものを扱ってるんですけど、その出てくる登場人物たちの、なんていうんだ、こう人間性というか、なんかそのもうちょっとこう一歩踏み込んだ心の中の、なんか、やり取りというか、なんかそういうメンタルの部分結構大事にしているので、そういうところもちょっと今後オンエアになった時に見ていただけると嬉しいなと思います。そしてもちろんレースの方もですね、どんどん、今日の天候のレースだったりとか、なんかいろんな条件のレースとかどんどん出てきたりとかしますので、そちらの方も、結構盛り上がっていきますので、そういうところも見ていただけると嬉しいなと思います。はい、はい、さつきね、あんな感じで登場してきましたけれども、表彰台に立ってあんなにこうイエーイみたいなことをやっていいものなんですかね。そうですね、実際どうでしょうね、皆さんご覧になられてイエーイってやってるようなあんな感じの選手がいらっしゃるかちょっとわからないんですけれども、ペナルティーとか食らうんですかね、すかやりすぎたら。なんか本当ならどうなんですかね、煽っちゃいけないみたいな、そういう感じなんですかね。なんかあるんですかね。なんでちょっと、はい、気をつけて、気をつけて、はい、そうですね、来ていただければと思いますけど。さあ、というわけで本日はですね、オーバーテイクのですね、イベントをですね、富士スピードウェイさんの方で行わせていただいたんですけれども、カリンさんいかがでしたか。いやー、めちゃめちゃ楽しかったです。初めて僕、富士スピードウェイさんに来させていただいたんですけれども、レースも拝見させていただいて、まずやっぱりスピード感、はい、あと音、本当に素晴らしくて、これを実際アニメの中でも、使っているということで、もう早く皆さんにお届けできたらなっていう気持ちで今はいっぱいですね。そしてですね、じゃあ先に私言って最後締めて。あ、はい、上手に。わかりました。主役だから、はい、主役だからね。セカンド主役としては僕もですね、サーキットっていうところにですね、今日初めて来させていただいたんですけれどもね、この今のこのレースの音、皆さん聞こえてますかね。今スーパー GT のレースをしてまして、この音がもうすごい口に言うとるやん外の音よ。いや、もう爆音なんですね、ものすごい。で、雨、今日残念ながらちょっと雨だったんですけれども、その雨の中にね、たくさんの方にイベントに来ていただいて、上映会もやったんですけれども、雨の中たくさんの方に見ていただいて、願わくはですね、10月からの放送の方もですね、ぜひ多くの方に見ていただきたいと思いますので、サーキット来るとね、全然ね、アニメの見方変わると思いますので、ぜひお時間がある方はサーキットまで足を、運んでみるといいのではないでしょうかと思います。はい、というわけでじゃあ最後お願いします。はい、やっぱりこうして実際に本当に生のレースが
開催されている場所に来て、うん、裸でレースを感じて裸で、はい、もう感じてモータースポーツの熱を一心に浴びて、うん、一心に浴びて余計もう放送がただ待ち遠しいという待ち遠しい、はい、そしてうるさいうるさいうるさいいやでもなんか最後だからちょっと盛り上げた方がいいかなと思って、はい、今日もちょっと御殿場に車でちょっと、うん来た車でこっちに向かってきてたんですけど、はい、やっぱりそのオーバーテイク のアニメの映像の中にあった、うん、あんなシーンやこんなシーンがもうそのしっかりと本当にやっぱ実在しててサーキットの中もそうだもんねサーキットの中 も, もう本当にアニメそのままでもう本当緻密なロケによって成り立っている作品なんだなと思いました。でやっぱり、この作品僕もモータースポーツを全く知らないところから入ったので、うん、この作品を、見ることによって、モータースポーツを知らない人に知っていただきたいですしモータースポーツを知っている方にも、この作品を見ていただいて、皆さんで、ね、作品とモータースポーツを盛り上げていけたらなと思っています。はいというわけではい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。